はい、中年オタッキーです。相変わらず暇もなく走り回っております。同僚を引っ張ってることが多いんで、夜しか写真撮れないんですけど、まあ今もねちょっと夜の写真撮ってたんですけど、今日はねこんなカメラ使ってました。これツイッターでは紹介しましたけどね、初代 EOS キスデジタルなんですね。でついてるレンズはねハードオフで500円で買ってきたジャンクで、このカメラもカメラの北村ナルト店で500円で買ってきたジャンクなんですね。合計1000円のデジタル一眼なんですけども、何の問題もなくね起動しました。ちょっと起動遅いんですけど、さすが起動遅い、何の問題もなくあの5分なんか撮れちゃいます。すごい時代になってきましたね。500円でデジタル一眼が買える時代になってまいりました。このカメラもね、そのうち、カメラの紹介に出てくると思います。他の最新はないけど、フルサイズの、EOS 5D Mark III とか、あとニコンの D100 とかともね、比較する動画を作っていこうとは思ってますけど、まあ時間がどのぐらいあるかなんですけどね。で、今日は、前々からね、紹介するって言ったこいついきます。これ、ヤシカハーフなんですね。ヤシカハーフ17って言って、レンズがね、F1.7 のものがついてるんですね。何ミリ ?28 ミリだったかな。ヤシの、あれ書いてねえや。あ、32ミリだ。32ミリの F1.7。32ミリといってもね、これハーフサイズなんで、実質は45ミリぐらいの画角になってくるのかな、あのフルサイズ換算だとね。で紹介の動画になっていきます。それではスタート。はい、このねヤシカハーフ17なんですけどね、あのいつも紹介している徳島の、JR 徳島線、鴨島駅の、鴨島駅前のロータリーのところにある骨董品屋さんから買ってきたんですけどね、これね結構ね今ピカピカに見えますけども、サビサビのボロボロでした。でレンズも汚かったんですけども、分解してきれいに、掃除はしたんですけども、露出系がね、なんていうんですか、立ち上がりはいいんですけど、明るい時にねその完全に動いてくれなくて、どうしても露出オーバーになってしまいます。で今日ね作例紹介しますけど、残念なことにね露出オーバーで撮れてるんでね、昼間の写真はね全部補正してます。夜の写真はねそのまま、なんですけどね、 F1.7 って明るいんでね、100のフィルムでも夜そこそこ撮れます。じーっととしてなきゃいけないですけど、まあ、三脚使えば問題なくあれなんですけども、でこのカメラなんですけどね、ヤシカハーフっていうだけでハーフです。ご覧のようにねこのフィルムのところが縦なんですね。だから全部ねこう普通に構えて撮ったら縦構図になっちゃいます。でね今日のね作例はね、縦構図が多くなります。で縦構図の写真いつものようにね横に寝かせて撮ってますんでね、こうするとか、画面の回転を禁止するとか、まあいろいろ工夫してちょっと見てください。とりあえずね白黒とカラーで撮ったんですよ。で先にね白黒の写真の方を紹介していきます。それでは作例どうぞ。はい、白黒の作例見ていただきましたけど、どう思います？これむちゃくちゃシャープに映ってるんですね。このカメラね、もう言われなきゃハーフってわかんないっていうぐらいシャープな写真が撮れるっぽいです。これレンズどこが作ってるんだろうね。ヤシカは外注なんですよね。で、ヤシカのカメラね、どこだっけ？よっ。
これ、TL エレクトロ X っていう、一眼レフにこれね、ヤシノン DSM50mmF1.7 っていうのがついてるんですけど、これは富岡光学がレンズ作ってるのかな、ちょっとはっきりわかんないんですけど、このレンズもね、このヤシカハーフのレンズももしかしたら富岡が作ってるのかな。めちゃくちゃ写りがいいです。めちゃくちゃ写りがいいんですけどね、露出系がねちゃんと動いてくれればもっといいんですけどね。まあまあ、今デジタルの時代なんでね、コントラストとかでね補正が効くんでね、どうにか絵になってます。で私 Facebook のねハーフカメラの、ファンの、ページに、登録してそのハーフカメラの話よくするんですけど、動いてるヤシカハーフ17の写真を見たのは初めてだってその管理人に言われました。結構珍しいのかもしれないです。ヤフオクとかでね見ると結構出てるんですけどね。でもし気になるとね、これマニュアルでも一応撮れるんですよ。で意地張らないでねマニュアルで撮ったらいいじゃんって話なんですけどね。マニュアルにするとシャッタースピードが30分の1固定になってしまって、絞りが F16 までしかないんで、まあ言ったら昼間撮るんだったら ISO100 限定のカメラにはなってしまいます。で使い方はね結構簡単なんですね。オートが生きてりゃね、このレンズの一番前のダイヤルをこれ見えるかな、これオートに合わせるでしょ。でこれがねフィルム巻き上げればですね。でこれピントリングです。ピントリングがね この下にねこの出っ張りがあるんで、これ回すんですね。で目測カメラになります。ピント合わせは目測になるんで、ここにね被写体までの距離が書いてあるんで、その被写体までの距離ちょっと考えてこれに合わせてあとは写真を撮るっていうね、プログラムシャッターキーになります。でまあ見た目もねピカピカで綺麗ですしね。でもしね環境で動くカメラがあったらすごくいい写真撮れますよ。ですごくいい写真、まあ撮れたかどうかっていうね、今度カラーの写真いきます。カラーネガだとね露出オーバーに強いって以前言いましたけど、まあカラーネガもダメでした。相当これ露出オーバーなんですね。実は白黒はねこれネオパンアクロスって言って富士のねもう絶版になってる白黒フィルムを玄関現像したんですね。だから ISO80 で撮って、でフィルム感度を400に合わせたんですけど、それでも露出オーバーでした。でまあフィルム感度400に合わせてカラーネガの100でも撮ってみました。とりあえず作例昼間の写真はやはり補正して、コントラストと色で補正してあります。でなんとか見れるように加工してます。それでは、まだね縦構造は横になっちゃうんですけど、昼間の写真ご覧ください。はい、昼間の写真見ていただけました。カラーの写真、見ていただきました。カラーの写真なんですけど、その昼間のやつを補正したんですけど、私色盲で色が見えないんで、もうちょっと適当に補正したんで、ちょっと色のバランスがおかしいかもしれないんですけども、まあね、なんていうんですか、被写界深度がね浅いような写真もね綺麗に立体感がねあってね、いい写真になってます。これ本当にハーフなのかっていうね写真になるんですね。でこんなまあハーフカメラでねこの手の写真が撮れるのは、僕オリンパスのペン FT っていうのがあるんですよね。一眼レフタイプのハーフ、それだけだと思ってたんですよ。でこれはねまあ言うたらレンズシャッター式の一番簡単なコストが安いカメラになるんですけど、それでね結構ねいい写真が撮れるんでね、このカメラ干潮のものがあったらねもう相当狙い目です。
ね、ハーフカメラやってみたいっていう方ね、これ目測ピント合わせに、レンズが明るいんでね、ピント合わせなきゃいけない。目測ピント合わせにはなるんですけど、ちょっと、オリンパスペン EE とかに比べると難しいっちゃ難しいんですけど、それだけにね、綺麗に撮れた時のね、感動もひとしおなんで、ぜひね、挑戦してみてくれればと思います。電池はね、一切使用しません。これね、ガラスがギザギザ、ここでね、電球を受けて発電してプログラムシャッターを動かします。ただこのセレンの、電気に変換する部分かなが、調子悪くなるみたいでね、その針が一番上まで行かないとシャッタースピードが上がらないんですけど、一番上まで行ってくれなくなるみたいですね、このカメラ。これジャンク品でね、500円で買ってきたんで、まあしゃあないといえばしゃあないんですけどね、頑丈なカメラあればね、もうぜひともゲットしてね、写真撮ってほしいものです。今日の動画はね、こんな感じになります。カメラどんどん紹介していってますけどね、視聴者さんのね、写真をね、ちょっとね、紹介するっていうね、イベントっていうか、もうこれ常時やっていこうかなって思ってます。で、その写真コンテストみたいなのもちょっと考えましたけど、優劣つけるのもなんなんで、もし我こそはと思う方は、ツイッターの DM とかでね、作品を送ってください。あんまりたくさん送られたら、そのうち紹介できなくなっていくかもしれませんけど、最初の頃は多分全部紹介できると思います。応募者が少ないんでね。だからね、我こそはと思う方はね、DM でね、作品を送っていただければと思います。特にね、私写真評論家とかそんなんでもないですし、プロカメラマンでもないですから、評価とかはしませんけどね、綺麗に写ってますね、ぐらいのことは言うかもしれないですけど、作品はね、動画で紹介していこうと思ってます。他にもね、新しい企画いろいろ考えてはいるんですけど、なかなかね、実行に移せないものもありますけどね。とりあえずね、当分はね、カメラの紹介がメインになっていくと思います。最近はね、取り上がっても現像が上がってくる、これオリンパスミュウツーって言うんですけど、あんまり調子よくないミュウツーでね、これ今、ちゃったら切れたでしょ。普通巻き上げ音がするね。巻き上げ音しないんですね。これで、蓋を一遍閉じる動作をすると巻き上げ音がするという。こいつのね、現像もちょっと、この間上がってきましたし。こいつで写真撮ったんですね。これ、ヤシカ、エレクトロ 35GS って、ただ現像に失敗してしまってね、写真が全滅してしまった。まあ、ツイッター見てる方はもう知ってると思うんですけどね、現像液が夏負けして下手ってたのかよくわかんないんですけど、全部未現像で上がってきました。で、カメラ見る限りはね、シャッターちゃんと切れてるんでね、もう一遍ね、フィルムを詰めてね、写真を撮り直してるところなんですけどね。現状はまあこんな感じです。次の動画どれに行こうかな、どれにしようかな。こいつの写真も出来上がってきてるんですよ。これね、富士川ハーフで。ね、これ、ハーフ、連続でハーフっていうのも悪かないですね。じゃあ、次の動画はこいつ行きましょうか。富士川、これ、富士川ドライブっていうんですよ、実は。富士川ドライブって言って、まあ、富士川ハーフとね、中身は同じものになります。じゃあ、次の動画はね、富士川ハーフ、富士川ドライブの動画にしようと思います。今日の動画はここまで。また次の動画お待ちください。で、もしかしたら、開封動画が1個入るかもしれません。もしかしたら週末にね、開封動画が行くかもしれませんので、またお楽しみに。それではまた、チャンネル登録ね、どっちだっけ？こっちだっけ？こっちだっけ？この辺出てきます。で、他のおすすめ動画とかも上がってきますんで、暇な方はね、お付き合いください。それではまた、じゃあ、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは、最後まで見てくださってありがとうございました。